新年明けましておめでとうございます。7日から平成29年最初の知事会見を行います。それでは平成29年の年頭にあたりまして知事からお話をさせていただきます。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。明けましておめでとうございます。昨年大変お世話になりました。どうぞよろしくお願いします。今年の元旦非常にいい天気でですね、皆さん、ご家族お揃いで、いいお正月がお過ごしいただけたというふうに思います。今年は干支はですね、日野の鳥という形で、実は私も日野の鳥でありますけれども、十二支のうちの10番目という部分でですね、季節的には秋を意味するというふうに言われております。鳥の字はバードの鳥じゃなくてですね、お酒、二神の、棒を一本引いた、鳥は、夏から春からですね、夏にかけて育った作物が秋収穫できるというふうな実りの秋を意味するとも言われています。そういう意味でこの鳥という字はですね、象形文字ではお酒をためるですね、醸造する器の文字だというふうにも言われています。亀の中に溜まっている麹が発酵し、そして醸し出されるですね、新しい力の発生を意味するというふうにも言われております。そういう意味で、私もお酒というのは山梨の県産酒、嫌いではない方でありますけども、新たに、この、人間ですね、とって有効な作用を持つ感じとも言われておりますので、今年がですね、私自身も、日野の鳥という部分の巡り合わせもありますけども、県民の皆さん方にとって祈り多いとしてありますように、まず心からご期待とお祈りを申し上げたいというふうに思います。ご案内の通り、就任をしてこの2月の17日で私自身丸2年を迎えることになります。1年目は計画の年、昨年は実行の年、そしてその実行をですね、さらに今年は加速をする年というふうに、この3年目は位置づけをしたいというふうに考えております。ご案内の通り、2020年の東京オリンピック・パラリンピックまでに、今年から数えると3年後という形になります。5年通りダイナミック山梨総合計画を策定をし、また町、市と地元総合戦略をですね、策定する中で、その計画を昨年はいろんな角度から予算をつけ、事業施策を実行してまいりました。2020年の東京五輪がですね、我が県の成長にとってもプラスになるように、またその成長の果実をですね、山梨県経済に生かすような活動を今年も加速をしながら取り組みたいと思っています。またさらに言えば、2027年の品川名古屋のリニア開業がですね、あと10年後という節目の年になります。10年という数字が長く感じる方、短く感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、やはりこの10年は私にとっては多分あっという間に過ぎていく年だというふうにも考えております。昨年1年間かけて、リニア環境未来都市の整備方針の草案をまとめさせてありました。さらにそれを今年はですね、確実に整備方針という形でまとめて、いきたいというふうに考えておりますし、その時一番大きな視点はリニア駅の周辺のですね、整備のみならず、やはりその効果、リニア開業の効果がですね、人物の流れも含めて山梨県経済全体に裨益をする、波及をするということが一番大切な視点だというふうにも考えております。そういう点において昨年11月にですね、中央大自動車道の1年ない新年の全線開通の遅れというものが指摘をされましたけれども、ある意味ではそれを確実に進める大きなチャンスだというふうに捉えております。今年度中3月までには、今松尾まで双葉から中央などの開通をしておりますけれども、6号までの開通が見込まれ、さらには中央道のですね、笛吹八代インター、スマートインターの供用開始もこの3月までに供用が開始をするということになります。そういう意味において、そのアクセスのですね、向上ということは、ご覧の通りリニア駅から30分圏内の拡大と
いうことが全県にリニア開業の効果がですね伝わっていく、まあ、それを大きな目標にしながらこれからも対応を進めていくというふうに思っています。ただし一点付け加えさせていただければですね、やはりまだ沿線の市町の皆さん方、ね、の中ではリニアのですね部分がもっとこういうふうにあってほしいという期待や要望、さらにはリニア開業に対する不安というものもあるというふうにお聞きをしています。そういう意味では丁寧なですね説明を沿線市町の皆さん、また事業主体であります JR 東海の関係者の皆さん方も協力をしながら、できるだけ丁寧に不安や懸念をですね持つ皆さんには対応を進めながら、繰り返してありますけども、リニア開業の強化が大きく全県に波及裨益をするように最大限の努力をしてもらいたいというふうには考えております。合わせて、ね、今年度中、まあ、3月までにはですね昨年9月に、世界農業遺産を農水省の方に申請をし、昨年、一次審査が通過をしたところであります。まあ、今年度中の最終的に世界農業遺産への登録が進められるように最大限の努力をしてもらいたいというふうに考えておりますし、合わせて10月に国内ユネスコ委員会に登録申請をいたしました小伏水の森ユネスコエコパークについても登録ですねが確実に図られるように全地を挙げて努力をしてもらいたいというふうに考えています。いずれにしてもこの世界農業遺産登録やユネスコエコパーク登録はまさに世界遺産の富士山という部分に加味をして世界にですね山梨のそれぞれの魅力をですね発信する絶好の機会でありますので、全地を挙げてまた関係市町村並びに産業界の皆さん方とも連携をしながら努力をしてまいりたいというふうに考えています。ご覧のとおり富士山はある意味では観光の大きな、キラーコンテンツでもありますし、まだまだ、隠れている、地域資源の魅力というものが県内各地域に存在をしています。今年はさらにですねそのそれぞれの地域資源の魅力を磨きをかけ、そしてそれをネットワークにし、大きく、昨年の一つの大きな課題でもありました情報発信をですね、県内オール山梨体制ですね、国内海外にですね向けて対応していくことによって山梨の持つ魅力というものをさらに情報発信も加速をしてまいりたいというふうに考えています。いずれにしましても今年は、昨年のですね動きをさらに充実加速をするという年に続きをしながら、後ほどお話をさせていただきますけども、それは、それぞれこの県庁に送付をする職員の皆さん方のやる気やですね、それぞれの仕事に対する思いというものをきちっと理解をし、そしてそれを後押しをするということも組織として必要だというふうに考えています。職員の皆さん方と一丸となって、また、まあ、やゆもすれば、繰り返し進行になりますけども、部局ごとに、存在をするですね、まあ、壁というものを取り除いてですね部局間横断で全地を挙げて山梨の魅力を2020年、2027年に向けてですね、最大限にこの山梨が飛躍発展ができる、そんな年になりますように、私自身最大限知恵を出し、汗を出し、かき、そして県庁の職員の皆さん方と一体となって、市町村、また産業界の皆さん方ともですね、大きく連携を強化を加速をし、努力をしていく一年にしたいと。いうふうに思っています。県の皆さん方におかれましても、県の政策に対するご理解とご支援、さらには今年1年間の県民の皆さん方のご健勝、それぞれのお立場でのご活躍を心から念じ上げて、冒頭の新年にあたっての私からの県の皆さん方へのご挨拶にさせていただきたいと思います。この1年間お世話になりますが、どうぞよろしくお願いします。それでは今の内容に関しましてご質問があればお受けしたいと思いますが、何かございますでしょうか。はい、どうぞ。毎日新聞の元です。今年もよろしくお願いいたします。
って今加速っていう言葉が何度か出てきましたけども、まあ、昨年の年頭会見でまあキャッチフレーズを問われて計画断行っていう言葉をお話しされてましたけども、今年はそれで言うとどういうキャッチフレーズをつけようそういう、まあ、計画やあの今までのです、ね、流れをさらに充実、スピード感もです、ね、増しながら対応するという形で、加速の年と加速をする年というふうに位置づけを、させていただきたいと思っています。なんか四字熟語とかするのか、いや、四字熟語、まあ、そういう意味で言えば、四文字熟語で言えばですね、加速断行かな。私も断行、はい、はい、よろしいでしょうか、はい、他に何かございますでしょうか。よろしいです、はい、どうぞ。産地新聞氷川ですけれども、あのリニアの関係でお尋ねしたいんですけれども、まあ、今年度中に基本構想をまとめると、まあ、環境未来都市の件ですけれども、その後 の, その来年度に向けた部分の話で、先ほど基本計画でしたっけ、それを作るというところなのかなというふうに理解したんですが、そのような流れでよろしいんでしょうか。整備方針は整備方針として、まあ、今の素案をですね、どんどんいた、まあ、周辺近郊、さらには、県内全体にどう影響するかという、まあ、県内全体の動きというのが我々は若干の不足をしているという部分もあると思うんですね、まあ、そういう意味では、30分圏内、の、まあ、拡大という、要するに県内全体に影響する部分を、まあ、充実強化をした部分というのは、まあ、整備方針の後、当然市町村が、まあ、それぞれお作りになるですね、計画と、合致をさせた形での整理というものが当然必要になるんですね。でその具体化の部分に、まあ、入っていくということで、来年度はそれを加速をしていくという部分に、していきたいというふうに考えています。はい、どうぞ。一般的にその、まあ、構想を作った後にその、まあ、その構想の中身にある駅の周りを駅の周辺についてその整備方針に関してさらにそれを具体化していくとか設計につなげていくという流れだと思うんですけど、そういう理解じゃなくて、県全体の波及の部分を整備方針という流れにするということでしょうか。いや、整備方針はあくまでも、まあ、駅周辺と近郊という、まあ、二層体制になっていますけれども、ただその、近郊前の視点だとやはり全県2の部分が、実はよく草案を読んでいただいてもですね、全県できるだけ30分圏内の拡大という形で、それぞれの産業や地域が、リニア、の開業によって大きくプラスになるという視点は入れてはありますけども、それがまだまだちょっと分かりにくいかなというのは私個人的には思っています。特にまだこれから市町村がそれぞれのですね、整備方針に基づく計画というものを、来年度から具体化をしていくことになっていくというふうに思っていますから、そういうものとも連携をしながら、もう大きく全県にリニアの開業効果がプラスになっていくというものをですね、体系的に整理をですね、していく必要が、まあ、来年度は出てくるのではないかなということで、今どこまでも計画を来年度中に作るかというのは、まだこれから市町村の関係する市町村の皆さんともよく相談をしながら考えていかなければいけないというふうに思っていますが、まあ、ややもすればリニアの開業が山梨にとってもしかしたらこうマイナスになってしまうというですね、お考えの方もまだいらっしゃるかもしれませんが、そうではなく、やはり最大のチャンスでありますし、この大きなチャンスをですね、やっぱオール山梨体制で具体化をしていくということに今年はやっぱりつなげていかなければいけないということでお話をさせていただきました。はい、まあ、知事の先ほどの年頭所管の中でも、まあ、付属の建て替えの、まあ、排除というふうにおっしゃってましたので、まあ、実際リニアの計画を作る部分で、そのリニア単体でできる部分とやっぱり県道整備ですとか大きくやっぱり連携しなきゃならない部分がある中で、やっぱりその局の縦割りの排除に向けて何らかその組織体制含めて対応する必要性は感じるところではあるんですけれども、まあ、3月には人事も含めてもありますが、対応はどのように考えますでしょうか。これから具体化をするにあたってはですね、今まで以上に関係する市町村という
皆さんとも、さらにその計画をですね、大きく共有を情報共有しながら具体化をしていかなければいけないところが一つと、そしてそれがさらに言えばそれぞれの産業界にとってもですね、大きく当然プラスになっていくわけですから、産業界の皆さんともより具体化をする際にはよくご相談をしていくということですから、まるで整備方針は、まあ、ある意味で骨太の部分になってくると思う。それを具体化をする際には、市町村や、という地域の部分と、産業別のそれぞれの思いというものをですね、大きくそのコラボをして、県内に住む皆さんにとってもそうですし、県外に、今いらっしゃる、経済界また、個人の皆さん方にとっても山梨ってこんなに、良くなっていくんだというやはりものをやっぱり見せて、お示しをしていくということは、大切な視点だというふうに思っていますから、そういうものが、今年が全て今年中にできるかどうかは別としてもですね、今年中できるだけ、その具体化に向けて、まあ、市町村また産業界との連携を今まで以上に密にしたいというふうに考えていますから、4月以降はそういうふうな形にですね、無許可横断の部分での対応というのは私の当たり前の中にありますから、まあ、それを具体化をしていくという道筋は今お示しはできませんけども、しかるべき時期にお示しをしたいというふうに考えています。よろしいでしょうか。はい、NHK の丸と申します。今のリニアに関連しているところなんですが、先ほど実は市町村の不安の声もあるということでご指摘ありましたけれども、具体的にその丁寧な対応、その丁寧な説明ということに関しては何か具体的なお考えというのは現時点でありますでしょうか。今までも OJR 東海さんの事業主体からの住民の皆さんへの説明会、さらにはこれから中心線測量というものがかなりの地域で、ね、進み、具体的に用地買収にあたっての、測量設計というものが、これから、具体化をしてきますから、そういう意味では市町村の皆さんとも協力をしながら、どこにその課題が、問題があってですね、そのやっぱり、その懸念や不安というのは人それぞれまた地域ごとにも違う部分があると思いますから、その声というものをですね、対処しながらも、ただいつもお話しているように私ども人間がやることですから、やはり歴史としては私どもの思いというものを、JR 東海さんの、思いというものもですね、きちっと自分の皆さん方に、お話をし、そして、その懸念というもの不安もですね、払拭をしながらできるだけやっぱり早く、建設がですね進められるように、県としては、最大限JR 東海の2027年というですね、目標感を共有をし、これは県だけではなく沿線、市町のですね、皆さん方も2027という部分は、ご理解をいただいているというふうに思いますから、あとは内容の部分でどういうふうな不安があるのかという個々の対応というものをですね、きめ細かな説明会等も開催をしながら、思いの共有というものをできていけばですね、必ず問題は解決できるというふうに思っていますから、そういう丁寧な説明というものをですね、繰り返しやっていくことが、一つの前に向いて前進ができる大きな手段だというふうに思っています。よろしいでしょうか。よろしいでしょうか。それでは続きまして、知事から最近の動向について2点お話をさせていただきます。よろしくお願いいたします。1点目は、東京五輪の事前合宿に関わります、フランスラグビー協会との基本協定書の締結についてあります。1枚紙がお手元にお配りをしてあると思います。詳細につきましては、開示ができない部分がありますので、概要だけ私の方から説明をさせていただきます。ご年度で昨年の6月に富士吉田氏とともにですね、国のホストタウン登録を受けまして、フランスラグビーチームの事前合宿の誘致につきまして、現地で何度かプレゼンテーションをして、その活動について、推進をしてまいりました。昨年の12月フランスラグビー協会の会長の選挙があり、新しく新体制がスタートしたという形です。昨年末
スーパーバイザーであります上野雄一先生、さらには担当の部署の室長も含めてですね、統括をさせまして、基本的には五輪合宿、事前合宿の富士北陸公園で実施するということについての基本合意をし、基本協定書にですね、ラグビー協会の会長から了解をいただいたということであります。3月までにフランスラグビー協会でですね、関係者が来県をし、現地を視察をしながらですね、具体的な条件の詰めをするという運びとなりました。この動きがですね、他の競技や他の国のですね、事前合宿についても誘致が進めるように県としても最大限のバックアップをしていきたいというふうに考えています。新年でありますから、そういう意味では、良い報告が県民の皆さん方にまず一報が得られたということは、大変嬉しく思いますし、この動きがですね、さらにたくさんの良い報告が今年県民の皆さん方にできるように、私自身もまた県庁全体になってですね、事前合宿の誘致についても努力してまいりたいというふうに考えています。私からは以上です。はい、それでは今の内容に関しましてご質問があればお受けしたいと思いますが、はい、どうぞ。産経の松田ですけども、ちょっと確認ですけども、12月に、事前合宿を実施ということで基本合意をしたということでよろしいでしょうか。はい、はい、でただですね、私がまだサインをしてませんから、はい、3社の基本的な了解はして、基本協定書の発行はこれからになります。その発行の時期の、目処というか、数ぐらい、これは今3月までに来県してこちらの方の現地視察をされるというお話がありましたので、それが終わった後っていうことでしょうか、それともその前か。前ということは今日にでも、私がすぐに、はい、今日は皆さんにご報告できたんで、今日にも私がサインをすれば基本的な基本協定書のスタートという形になります。ということは、知事がサインされれば、今日その協定書が締結されたという理解でよろしいですか。はい、ありがとうございます。よろしいでしょうか。他に、はい、どうぞ。すいません、テレビ山の社長です。今回2つがあるんですけど、まず初めて県内で正式合意されたということで、改めてその辺の所感をお伺いしたいのと、あと、その具体的な内容を言える範囲があると思うんですけども、その、フランスラグビー協会の方からですね、どのような点を、今回評価されて決定に至ったのかというのが、もし言える範囲であればお願いしたいんですけど。はい、フランスラグビー協会からですね、やはり富士北陸球場公園も含めてですね、競技の施設整備の状況に対する好感度、さらには、富士山を抱えるですね、景観の良さ、さらには、東京に、アクセスの良いというこの3点だというふうに、象徴しています。そういう意味でですね、私も、ラポルト会長にはまだ正式には、お会いをしておりませんから、できるだけ早く私は個人的にも、ラポルト会長に直接お会いをしてお話をしたいなというふうに考えています。県内初ってことですか。この紙にもですね、お書きをさせていただいているようにですね、基本的にはこの事前合宿でこの富士北陸公園の陸上競技場と、東部ですね、球技場と陸上競技場をですね、利用するということが決められています。で、合わせてホストタウン構想では、地元での交流事業という形でですね、実際は富士吉田市がもちろん中心になるわけでありますけども、スポーツ交流、姉妹都市交流、さらには、産業を通じた交流と、幅広い交流をこれから具体化をするというふうにお聞きをしてますから、そういう意味ではこの3点目に書いてあります、可能な範囲で、富士吉田が確保する交流事業に協力をするというふうなことについても、これから富士吉田さんとよくご相談をさせていただきながら、この交流事業をですね、
より効果的に地元にプラスになれるように県としても最大限の支援をしてまいりたいというふうに考えています。はい、どうぞ。政務次郎の村です。まあ、今回初めて藤吉田市さんに回ったわけですけども、今後、まあ、あの誘致の段階でもいろいろ藤吉田市に協力されてたこともあると思うんですけども、今後合宿の実施にあたって県が藤吉田市にこういう形で協力していきたいとか、そういった構想があればお伺いしたいです。まずは12月の補正予算でも、陸上競技場等のですね、整備に関わる予算を計上し、来年の夏までにはその陸上競技場並びにはトラック施設、照明施設等々の整備をすることになっています。でそれでは施設環境の整備というのは、まあ、県が主体になって、1年半でこれはやり遂げなければいけない、まあ、大きな課題でもありますし、またこのソフト的な産業協力や姉妹都市交流、さらにはこのスポーツ交流という、これは3月にフランスラグビー同会の皆さん方が現地をご覧になっていただき、先ほどもお話したように、まあ、条件整備をですね、さらに詳細にしていくことになりますから、その中で相手からの考えも利用し、また藤吉田さんもですね、それまでにはより詳細なこの交流の事業です、ね、内容というものが多分詰まってくると思いますから、そういうもののお考えをよくお聞きをしながらですね、県としてはできるものは最大限支援をしていくというスタンスでご協力をしていきたいというふうに考えています。よろしいでしょうか。それでは続きまして最近の動向としてもう一回、読売新聞ですけれども、今回はその東京オリンピックのラグビー競技ということで基本合意したということだと思うんですが、その1年前にはラグビーの日本ワールドカップがあると思うんですけれども、それについてこうフランス協会を誘致していくというのは今動きとか、これをきっかけに何か動かしていくというのは お考えはあるんでしょうか。今藤吉田市と富士河口湖町がですね、共同で2019年のラグビーワールドカップの、キャンプ地という申請をしているという話は聞いていますが、これは夏以降、今年の夏以降ですね、まあ、正式に決定がされるというふうに昨日予告しています。でこの部分は、まあ、公認キャンプの選定というのは組織委員会自体がおやりになっているという形で、県がですね、そこ部分に直接関与ができない仕組みで調整をされているので、個別のですね、フランスラグビー協会という個別の国へのアプローチというのは県としては対応しておりませんが、ただ2020年が、まあ、いい形で進み始めましたので、先ほどもお話したできるだけ早く、まあ、ラポート会長に、まあ、お話がですねできるような時期が来たら、いろんな単発で終わらせるというのは、まあ、私の頭の中にありませんから、できるだけ、一つのですね、合意したものを通じながら、できるだけその事前合宿というものがですね、これからの藤吉田市と、フランスの、まあ、姉妹都市、交流や、スポーツ交流、さらには産業交流も含めたものがですね、より有意になれるように、先ほども話したように県としてもできるものは最大限支援をし協力をしていきたいというふうに考えています。よろしいでしょうか。よろしいでしょうか。はい、どうぞ。細かいところなんですけども、男子女子両方ともあるんですが、両方ともというところでよろしいでしょうか。そうです。よろしいでしょうか。それでは続きまして最近の動向としてもう一点知事からお話を取っていただきます。よろしくお願いいたします。これも今お手元に私がしてあると思いますが、仕事と生活のコビット両立宣言という形で、今日の調理の際に私の方から関係部局長にこの宣言についてですね、関係部局でより具体化をしていただけるように要請をさせていただきました。ご覧のとおり、働き方改革というのはですね、ワーケンだけではなく日本全体のですね、大きな課題であるというふうに思っています。やはり社会全体で仕事と生活の調和というものをどう実現をできるかどうか、これはある意味ではワーケンのですね、産業構造や
労働雇用構造をですね、大きく変えることになりますし、その先兵としてまず県庁の中ですね、この仕事と生活の両立というものをなんとか早期に実現をしていきたいというふうに思っています。この一つのテーマになったのはですね、昨年の10月に若手の皆さん方から、働き方について、提言をもらいました。いくつかのですね、部分がありましたけども、3つの大きく課題をですね、若手の職員の皆さん方から提言をいただきました。1つ目の課題は、業務量が多く、業務の進め方が非効率であるという指摘。2つ目は、マネジメント層、いわゆる、上司とあたる皆さん方のワークライフバランスへの関心が薄いという提言。3つ目はですね、ワークライフバランスに関する職員総合間のですね、配慮の不足という、この3つの部分を指摘を受けて、いやなるほどなと、私自身もお金がないですね、仕事か生活かという二者択一なく、仕事も生活もというこの2つのですね、視点をより職員の皆さん方、また関係するですね、上司の皆さん方がその問題意識を共有することがですね、県庁という組織にとってもプラスになるし、また職員というですね、個人の職員の皆さん方の生活という部分の両面が共にウィンウィン、メリットのですね、関係になるという思いを強くしておりました。そういう意味において、やはり県民の皆さん方から見ればですね、行政というのは非効率な部分もあるし、またもっとサービスを向上してほしいという強い多分期待という部分、要望なのか期待なのかそれぞれだと思いますけども、あると思いますから、そのやはり質を上げ、行政サービスの質を上げることが、私どもが県民の皆さん方へのですね、より期待に応えるという部分に着目をしながら、組織全体でですね、組織力の向上、さらには県民サービスの質の向上という、この2点をですね、対応するために、やるじゃん業務の効率化、なるじゃんライフを応援する上司、変えるじゃん私たちの意識、みんなの意識という、この3つの柱を立てまして、宣言という形でまとめさせてもらいました。全ての職員の皆さん方が働きやすい職場づくりをですね、進めていくことを私としても期待をしていますし、合わせてこの県庁の今日からのこの宣言に基づく取り組みはですね、できるだけ県内の企業の皆さん方、また関係団体の皆さん方にも、この渡れた会でですね、県庁の動きというものが波及をし、山梨県全体で仕事と生活のですね、両立ができる、そんなワークライフバランスが実現ができる山梨県全体をですね、目指していきたいと思いますし、そういう意味では企業の皆さん方にもぜひこの波及をできるような情報提供をするように、関係部局長にも今日の町議で指示をしておきましたので、これからの動きが山梨県全体に伝わっていくということを大いに期待をしていきたいというふうに考えています。私から以上です。はい、それでは今の内容に関しましてご質問があればお受けしたいと思います。何かございますか。はい、どうぞ。すみません、テレビ山田です。イタリア資料の2枚目の下のところに、両立宣言の取り組みの展開でいいというふうにあるんですけども、両立宣言取り組みの展開でいいというふうに書いてあるんですが、ここに書いてある、例えば所属ごとに取り組みの結果、取り組み結果を公表し実効性を担保するとかっていうのは、これはレイっていうことは、必ずしもこうしろっていうふうに決まったわけじゃないってことなんですか。それとも、もうすることが決まっているのかっていう、そこをちょっと確認したいと思います。具体的にはこれからでありますけども、例えば部局によっては、地域の出先を持ってる部局もありますし、またそうでない、県庁の本庁だけでですね、完結する部局もありますから、そういう意味では、それぞれ部局で若干差があると。ということで、これから部局長が中心になってですね、それぞれの計画づくりをできるだけ早くしてほしいと。およそここにありますように、3番目につきましては、
所属ごとに推進週間は例えば1ヶ月程度で設定をするというふうに例示をしながらですね、対応を進めてもらいたいと思ってますし、合わせてここに書いてもあるようにですね、やっぱり所属所の皆さん方がやはりワークライフバランスって必要だよねということをまず理解をしてもらう意味において研修ということもこれからさらに充実をしなければいけないと思っておりますし、また人事その上司と言われているですね、所属長の皆さんも含めた皆さん方への取り組みがどうなっているかということとその実績をですね、人事評価という形で評価をすることにしていますので、まあ、それでは、私ももちろん率先をして、まあ、いろんなことはしていきたいと思ってますけども、それぞれの部局の特性を踏まえたですね、計画をできるだけ早く策定をし、そしてその策定をしたものはですね、所属等の皆さん自体も、人事評価という形で反映をですね、するということを明確にさせていただきましたので、まあ、そういう意味では、職場で働く職員の皆さん方とそれを統括をするマネジメントをする長の皆さん方ですね、まあ、うまく両輪となってですね、この宣言の3つの項目が加速ができるように私自身も目配り気配りをしながら、やはりこの働き方改革がですね、やはりうまくいくかどうかというのは、先ほども県内の各企業の皆さんがね、またへも野球がすることを期待をするというふうにお話をさせてもらいましたけれども、まあ、そういうことも通じてですね、やっぱり山梨県の企業保健庁もですね、いい、ワークライフバランスをやってるよねというふうにやっぱりお示しができるようにですね、努力をしていくことがやはり職員の皆さん方のやる気の引き出し、そしてそれを通じた質の高い行政サービスの県民の皆さん方に提供という2つの視点からですね、この宣言がですね、より県庁の中で理解をされ、そしてそれをご覧になっていただいた、県内の企業の皆さん方にもそれが波及ができるようにですね、できるだけ早く所属元の計画作りとそれが実行できる体制というものを、構築ができるように、対応を進めていきたいというふうに考えています。他にございますか。はい、どうぞ。産地域ですが、では民間企業の中でですね、今24時間営業の例えば、まあ、飲食店とかですね、まあ、時間を限るようにするですとか、そのまあ、いろいろ、まあ、消費者の側にも理解してもらう取り組みっていう部分が今、まあまあ、いろいろニュースが出るわけですけれども、その逆にその職員の生活を大事にするっていう部分と、その今の行政サービスの質の低下を招かないっていう部分って、なかなかこう両立させることって実は難しいんじゃないかという気もするんですけれども、そこの行政サービスの質を下げずに、例えば対応する時間をこう変えずに対応していくっていう数字は取れるのでしょうか。例えば一つの事例をですね、まあ、事案を答えを、まあ、出して県民の皆さん方に、周知をしていく際に、例えば今まで1週間時間がかかったと組織全体です、まあ、それを、現場を見たり現場の話をここでは持っているんですけども、それをできるだけ、4日でするとかですね、3日でするとか、要するに現場での今までの判断というものをですね、間違わないようにするためには、やはり上司が例えばその一人で抱え込まないでとありませんけども、一つの事案をですね、当然組織ですから複数でやりますから、それをまさに効率化をする、非効率な部分を効率化をするという形で、行政サービスの質の低下じゃなくて質の向上させながら、その時間外の残業とはですね、圧縮をするというふうなウィンウィンの関係を作っていくというのが、先ほどお話した一番の肝でありますから、今井川さんがおっしゃった4名目ですね、行政サービスが低下をして、大工の方にですね、重きを置くということでなく、仕事も生活もという、これを両立を達成するということが一番の眼目でありますから、仕事と
生活のですね、二者択一ということではなく、仕事も生活も両立ができるということに主眼を置きながら、具体的な計画づくりをですね、まあ、所属する皆さん方が作っていただけるというふうに確信をしておりますので、まずその動きを見て、そしてそれをですね、達成できるかどうかというものをマネジメントの部分での繰り返しになりますけれども、人事評価という部分にも入れて対応が進められれば、今のような不安は逆に払拭できですね、県庁もいい形で変わって、それを民間の皆さん方もですね、ある意味では参考にしていただけるような、そんなモデルになれるように、私自身も最大限努力をしていきたいというふうに考えています。はい、あともう一つは、農立宣言の対象となるのは、いわゆる知事部局のみということでしょうか、それとも県教育とか、あとは、まあ、警察も含めてになるんでしょうか。県教育の皆さんや、また警察の皆さん方、またそれぞれ仕事を違うと思う、まず質もちょっと違う部分もありますから、そういう意味では、まず知事部局から、やはり、当然の町議メンバーの中には、警察本部長や、教育庁も入って私の話を聞いていただいてますから、それぞれの組織の持ったですね、特性を、まあ、どう踏まえながらということも念頭に置きながら、すぐ支部局と同じようなですね、ことができるかどうかは、それぞれの組織のまた特性を生かしながらですね、まあ、考えていただきたいというふうに思っています。よろしいでしょうか。他にございますでしょうか。よろしいでしょうか。今の結果です。はい、はい。朝日新聞の中澤です。仕事と家庭の両立ということで、まあ、3歳の娘がいる私からすると、誠に一義にかなったものだと思うんですけども、これうちの会社でも出すが欲しいぐらいでして、これ民間企業への この波及のですね、具体的なこうやり方とかですね、まあ、計画を作られるとか数値目標を作られるとか、その辺のことは知事としてはどのようにお考えでしょうか。先ほどお話したようにですね、まず県の組織でこの両立宣言がまずできるということを、お見せをするということが一番大切だと思っています。当然民間企業の皆さん方にこれは強要や要請をするものではなくですね、あるいは期待をするということでお話をさせていただくのは、やはり実践というものが当然ありますから、県庁でできたことが、それ以外の組織でできないことは多分ないというふうに思いますので、それでは県庁でこれからやることがですね、いいことを当然やっていくわけなんで、それが期待と波及をするということで、やはり民間の皆さん方にはお示していくことが一番大切な部分ではないかなというふうに思ってますから、まずできるだけ早く所属の補給ごとにですね、具体的な計画を作り、またそれを実行することを、県民の皆さん方にお示見ていただくという、ある意味でモデルみたいな形にしていくことが一番大切かなと思いまして、まあ、今日からそれをスタート、するという形になりますので、当然部局によっては、非常にその集中して仕事がですね、ある日も時期もあるでしょうし、またお出先を抱えている部局とそうではない部局にでもですね、当然対応の仕方は、少し違ってくる部分もありますから、よくその部局のですね、特性を見極めながら、それぞれの所属長がマネジメントという部分に、を自らお考えになって、よりいい形でですね、またスピード感を持ってこの両立宣言がコピッと職員の皆さん方に伝わっていけるように、私も目配り配るをこれからもしていきたいというふうに思っています。よろしいでしょうか。他にございますでしょうか。よろしいですか。それでは他の件についてご質問があればお受けしたいと思いますが、何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは以上をもちまして知事会見を終了させていただきます。ありがとうございました。はい、本日もよろしくお願いします。